皆さんごきげんよう、レイムだよ。マリサだぜ。今回乗っていく車両は何かしら？今回乗っていくのは T34100 だぜ。ティーガー戦車に対抗するため、100mm 砲を搭載した T34 で、AB での BR は 6.7。火力が上がった T34185 って感じね。100mm 砲は最大貫徹力 239mm を誇り、85mm では貫通できなかったパンターの車体正面や、T44 の車体下部、ヘンシェルの砲塔正面も貫通できるな。格上戦車はヒートや APDS がないから少し厳しいが、弱点を狙ったり足を生かして側面を取れば十分対処できるぜ。まあ T54 と同じ砲火力だし、火力で困ることはほとんどなさそうね。BR 比の火力で言うと T3485 より高いから、そこら辺は T3485 と変わらないな。だから立ち回りもほとんど変わらないぜ。ただ装填速度が12秒に伸びているし、区画が3度になっているから、8号より慎重な立ち回りが求められるけどな。車体は T34 のまま変わらないし、あまりご利用しはできないわね。というか、今の画像何よ。ディスコード見てただけだから気にしないでくれ。お、あのポルチェ狙えそうだな。車体側面関数で弾薬庫誘爆、ティーガー 2P 撃破ね。マップに自走砲と重戦車がスポットされているわね。自走砲はフェルディナントだったか。今回は 7.3 マッチだから、最悪オブジェクト268とか IS3 と当たるんだよな。フェルディナントならまだ対処が楽だけど、オブジェクトはほんと倒しづらいわよね。重戦車の方は IS2 か。フェルディナントがこっちに来るまでに時間があるから、一発撃ってみるか。キューポラに当てたけど車長しかやれなかったわね。時短は間に合わないから、フェルディナントの車線を切っておくぜ。よそにしたら切り欠きか車体側面を抜きたいな。さすがに気づくわよね。敵リス側にいる軽戦車にガン詰めされるのも嫌だし、早めに倒しておきたいな。味方の M26 が出るみたいね。ちょうどいいな。あいつをおとりにして倒しちゃおうか。フェルディナント撃破、M26 も無事みたいね。なんか対空砲がこっち来てないか。IS2 を撃った時に見えた BTR ね。後ろから IS2 が来てるみたいだし、私はそっちから狙おうか。彼も M26 を狙ってるわね。はい撃破、さっきからおとりになってくれているお礼だ。そこの BTR は好きにしていいぞ。しっかり回収されたわね。それじゃ、見える敵もいないしキルストで爆撃していくぜ。そういえば、この車両ってスモークついてるのね。まあ後ろについているから、絶対スルトッとガン待ちするとくらいにしか使えないけどな。キルスト機体はアラドね。せっかくだし、キルストで爆撃しながら防御力について詳しく解説するぜ。車体の走行圧は8号とほぼ変わらないんだが、正面の機銃口や履帯がなくなっているぜ。車体正面を傾けた時、機銃を抜かれるリスクは軽減されてるのね。そうだな、履帯がなくなってはいるが、BR が DR だからなくなっても別に困らないな。次に砲塔、画像で見るとわかりやすいんだが、ほんの少し高さが低くなって、キューポラとターレットリングが狭いのがわかるか。言われてみれば確かにそうね。ターレットリングはそこまで差を感じないんだが、キューポラが小さくなったから、8号みたいにキューポラを抜かれて死ぬことは減っているぜ。話を聞く限りは多少防御力は上がってるのかしらね。防御力だけ見れば上がっていると思うぜ。ただ、6.7 という BR、それに乗員が1人減っていることを考えれば、冒頭で言ったように T3485 より慎重な立ち回りが求められるぜ。ということで爆撃終了。リス近くの高台の2両をやったぜ。芋ポジにいるヘンシェルも吹っ飛びそうね。これで3キルだな。C に結構敵がやってきているから、さっきの場所から狙っていこうか。拠点内のパンターは撃てなさそうね。F 型だし味方がやってくれるかな。さっき倒し損ねた BMP はまだ生きてるみたいね。奥の T44100 出てくるか。さすがに警戒されてるかしら、突っ込んでこないわね。T44 が出てこないならそこのパンター狙ってみるか。パンター F 撃破ね。お、BMP 突っ込んでくるか、ビビって下がってくれることを期待して、支援砲撃投げておこう。シャール 25T がいるわよ。お、今よそ見したな。砲塔から弾薬庫誘爆で撃破ね。さっきの T4400 は味方と睨み合ってるみたいだから、一応警戒しつつもう1両くらいここで倒したいな。ちょうどいいところにいるじゃない。私の後ろの味方を撃つ気だな。これで安全に撃てるわね。IS2 撃破だぜ。味方も無事みたいね。それじゃ、敵も少なくなったし一回キルストで出るか。それじゃ爆撃は適当にカット。爆撃の戦果は2両だけだったわね。で、あとはリスまで詰めて IS3 を倒して、ノーデス12キルで試合終了だぜ。というわけで、今回は T34100 に乗ったわけだけど、使っててどうだったかしら。今のところ 7.0 の T44100 の介護感って感じがするが、高い機動力で 100mm 砲を振り回せる楽しい車両だと思ったぜ。6.3 にしてくれればめちゃくちゃ強い車両になってくれるんだけどな。さすがにそれは強すぎるでしょ。ということで、今回はここでお別れね。また見てくれよな。チャンネル登録と高評価もぜひ。まったねー。